古山良二は国営競馬日本中央競馬会に所属した騎手調教師。神奈川県横浜市出身。父は騎手の古山喜三郎。1950年に騎手デビュー。早くより頭角を表し、1950年代から1960年代にかけて第一線の騎手として活動。戦後派ナンバーワンとの票を取り、小松光で、 東京優春に優勝したほか、走る精密機械と呼ばれた高尾、怪物、竹芝王といった名馬の主戦騎手を務めた。騎手さんは4409,619勝、うち八大競争5勝を含む、重賞24勝。1970年より調教師に転身し、美穂トレーニングセンターに所属。2000年の引退までに、 数々の重賞勝利馬を手掛けた。長教師、通算4541372勝内重八18九1929年、神奈川県横浜市根ギ市に生まれる。父、木三郎は、横浜競馬場、杉浦寺市旧社所属の騎手であった。1942年に、県立商工実習学校商業課に入学するも、前年末に、 太平洋戦争が勃発、戦況悪化とともに、学業よりも勤労動員が、もっぱらとなっていった。古山は、農作業などに従事していたが、なぜいい若い者がこんなことをやっているのかと不満を抱き、1944年に、よかれんに入隊、霞ヶ浦航空隊で、特攻要員の飛行練習生となった。しかし、翌1945年6月10日の空襲で、 左足を、負傷、さらに療養中に、盲腸炎を発症し、その療養中に終戦を迎えた。なお、負傷の後遺症から、古山は、左足が右足よりも、数センチメートル短くなり、騎手デビュー以降は足をかける、あぶみの長さも左右で異なっていたという。福井後は学校に戻り、その卒業後は職を転々としていたが、1946年に、 国営競馬が再開され、キサブ三郎との競馬観戦をきっかけに、騎手への興味を抱いた。古山は、東京競馬場、久保田原子文下の内藤清を訪ねたが、当時内藤は、現役騎手で弟子を取れなかったため、名目上、久保田原子の弟子となり、内実として、内藤の内弟子という形となった。1950年4月9日に、騎手デビュー。 初起乗馬は後に中山大障害に優勝する A 社員で3着であった。6月に起乗馬金行きで初勝利を挙げる。翌年5月に月安で中山大障害に優勝し、重賞を初制覇。その後急速に頭角を表し、1953年には49勝を挙げて全国ランキング5位につけると、1955年春には、 高尾で天皇賞を制し、八大競争を初制覇またこの年自己最高となる70勝を挙げ、全国3位につけた。1959年には小松光に起場して、東京優春に優勝し、ダービージョッキーとなった。なお、中山大障害と日本ダービーを両方制している騎手は、古山を含め史上6名のみである。 しかし1960年、酒が過ぎて、調教をすっぽかすといった失態が続き、半年間ほとんど起乗できず、完全に干される形となった。この様子を見た友人の藤本勝彦が、第9社の主であった父の藤本富吉に、古山の身元の引き受けを頼み、古山が婚姻にしていた、橋本照男からも、東方にへ、同様の要請があったことから、 1960年に藤本富吉厩舎へ移籍する運びとなった。当時の競馬サークルでは藤本厩舎へ行かなければ古山は競馬界から消えていたとも言われた。藤本は本人が気を入れてやったというのが良かったんじゃないの。あの男、いい人間なんだ。悪い男じゃないんだ。ただ、酒が好きすぎた。僕は酒を飲もうが何をしようが。 何にも言わない。自分の仕事さえきちんとやっていればねと、当時を語っている。その後立ち直り、1962年には、内藤旧舎の山の王で、さつき賞、久保田旧舎の広吉で、優秀に牝馬に優勝するなど活躍した。喫主生活の晩年となった1968年から1969年に、かけては、 怪物と称された竹芝王の主戦騎手となり、1969年の天皇賞などに優勝。同年11月には、ワシントン DC インターナショナルに招待された同馬と、共にアメリカ遠征も経験した。竹芝王引退後の1970年もしばらくは、騎手生活を続けていたが、同年8月に、 藤本旧社の一番弟子であった、海老名竹五郎が死去すると、藤本に壊れて、騎手を引退、調教師不在となった、海老名旧社の管理を引き継ぐ形で調教師に転身した。調教師としては、GI 級競争に優勝することはできなかったが、走る精密機械と称された、東洋ア日サヒ、トライアル三冠馬、三英ソロン。 GI 競争の前線マンとして知られた須田ホークなど、個性的な馬を数々管理した。しかし1990年代以降は、重傷勝利などの目立った成績を上げることはなく、2000年2月29日付で70歳定年により、長教師を引退した。2011年8月22日、病気のため、東京都府中市の自宅で死去。82歳没。 小松光の日本ダービー、山の王のサ月賞、シ義のオークスが、いずれも、オモババでの勝利であったこともあり、雨の古山の異名をとった。しかし、古山自身は、私が走るんじゃないですよ。たまたま雨に強い馬に当たっただけです。私がやったのは、前のレースや、本番の返し馬の時に、どこを走らせればいいのか馬場状態を頭に入れた、ことだけ。 私は、いつも逃げが少なく、後ろから行く方でしたからねと語っている。また自身が語っているように、比較的追い込み戦法を取ることが多かった。ダービーニュース記者の山口進は、確かに、古山の追い込みは冴えていた。しかし、手堅い行為マークで行くというレースぶりはあまり見たことが、ない。追い出しのタイミングをつかむのがうまく。 追い込んでちょい足りないというレースというのはあまり見たことがなかった。見事なごぼう抜きを演じてくれる人でもあったと表している。主な機場場、カッコ内は古山機場による優勝受賞競争。主な管理バフ太時は門下生。カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。